はい、久保さん、こんにちは。気になる男、第92話ですね。92話。まあ、前回、第91話では、いろいろと、こう、まあ、このね、タイトルがまた、あれなんですけどね、<laughs> 泣くな嘆くな、影帽子男の人生一人旅というね、えー、なんかこう、 意味深なね、旅の旅ゆかばというねいう,うすごくなんというかなんというかというねいうお話をしていただいたんじゃないかなと思うんですけど体験プログラムですね自分の体験プログラムあの久保さんと対談してもらった その体験プログラム10月31日までなので、まあ、もし、まあ、よかったら、まあ、声かけてくださいと10月31日までです。はい。というところが、まあ、あるっちゃあるんですけども、まあ、ちょっともう一度 YouTube の話をしようかなと思うんですけど、まあ、暮らしを豊かにしてくれる YouTube ですね。まあ、今まで YouTube って基本見る、何かを見るだけの ものだったんですけどこれをちょっと使い方を変えるとこういうこともしてくれるし今回体験プログラム全部で3名かな3名の方が今やってるんですけどこれも本当に YouTube で人とのご縁を頂い,いたっていうことなんですよね。 まあ久保さんとのズーム対談だってそもそも YouTube からこのね気になる男も始まりというところで本当に YouTube から人と人のつながりが生まれましたしねその中でお金というかお金がねやっぱり動いていくというところもありますんで本当に YouTube というのは非常にありがたいツールだなと思うし、えー、使いこなせることで いろんなことができると思いますしね逆に使いこなせて得ない方はまだたくさんいると思うんで、まあ、昨日おとといこの体験プログラムに入っていただいた方にはポータルサイト開放したんですけどそこでね今からワクワクしてると YouTube やろうやろうと思ってなかなかこうハードルが高かったんだけど やろうっていう気持ちになったっていうことをお話し,し聞いてあ良よかったなというところでは本当になりますねそして久保さんのお話でありますよね見ているものが見えてるんですかとか見えないものを見るっていうよりも今見ているものに対してちゃんと見えてますかと、まあ、これを YouTube で例えるならば YouTube は見るだけのものではないんだよと 自分で発信するなり、自分で動画を作るなりっていう、自分で作って自分で見る。まあ自分で見るかどうかはちょっとさておきなんですけど、えー、人様に見ていただいてくことによってね、何かしら価値を感じていただいたり、そこにお金が生じたりっていう、本当にこの YouTube を使いこなすっていうことは、これから、まだまだね、まだまだ、 使いこなせてない人はたくさんいますんでね。まあ、やろうと思った時が吉日なんじゃないでしょうかというところでございますね。はい。そして、ここ、ずっとこのテーマをやってると思うんですけど、家族の中ではあ稼ぎ手は唯一一人しかいないんじゃないですかと。まあ、この事実ですよね、この事実。でこの事実に対して、えもちろん、 たとえそれが事実であったとしても家族にねいろんなことを言われるかもしれないんですよ例えばハロウィンちょうど今ハロウィンの時期なんですけどねハロウィン家族で行きましょうよと娘が仮装してるんですよというところであもちろん娘がねハロウィンして仮装してこう楽しんでる姿を見るのも すごくいいんですけどねその一方で稼がなければいけないという責任も発生していると家族の時間を増やせば家族と一緒にいられないのは自明の理でそれはそうなんですけどただ家族と一緒の時間を増やせばあ今度は崩壊の道へ近づくと、まあ、会社員であればね会社員であれば まあそこを会社のその経営状態がちょっとわからない,い,いかもしれないんですけどひとまず安泰だときっと安泰だろうとまあ保証もあるとなんでゆっくり土日はね休んでもいいのかなと思うんですけどまあそうでない方はやはり常に危機感を持っていかないといけないし自分は危機感を持つことができなくなればいずれ崩壊の方に。 向かっていきますし今最優先にやるべきっていうことはやはり稼ぎ続けて崩壊を阻止することをだけなんじゃないかと崩壊を阻止することですね <laughs> っていうことなんじゃないかなと思っていてその中でこの家族の存在をどういうふうに位置づけるか、まあ、定義づけるか家族ってどういうふうにお付き合いしていくのかっていうのが まあ大事なとこかなと、特に在宅で、えー、仕事する、まあ、方に向けてなんですけどね。まあ、家はね、えー、くつろぐところじゃないと。家はくつ,くつろぐところじゃありませんとで。仕事の場所じゃないということですよね。まあ、家で、えー、仕事してもらえば、まあ、迷惑だと。まあ、そうなりますよね、普通に考えて。 普通に考えてそうなるんですけどその環境の中でですねその環境の中で稼ぎを確保しながらそしてその中で生きる意味をふと考えてみると、まあ、いうところになっていくんじゃないかなと思うんですけど今回のテーマですね今回のテーマあー久保さんから最後問いがあった何のために生きているんですかと何のために生きていますかというところを になるんですけど、まあいろいろな障害、障壁があることは、ま自分が選んだ道であります。まそこに対して、ま今までこう流されてレールに沿った生き方、特にこの学校教育から始まり、まサラリーマンを養成するための教育としてこうやっていって。 まあ当然この会社員として給料をもらうだけの人生っていうところがまあ普通の人生かなとは思うんですけどもそこにどうしてもこう我慢ならんというかああこれじゃいかんと思った場合っていうのはやはりその人生から離れ、まあ、離れる決断ができた方はまあそれはそれでいいんですけどそこでまあ新しい生き方というのを模索し 構築していくその構築していく過程に、まあ、性というものを感じていく入れるんじゃないかなと、まあ、ギリギリのね戦いをしながら会社員とは全く違う生き方をしていくその中で不安を抱えながらあ悩みながらあでも歩みを止めるわけではいかないなので歩いていく走っていく、まあ、そういうことが あ重要だと思いますし、まあ、これをやらなければ、まあ、崩壊するだけであってそのギリギリの戦いのところに、まあ、生を感じるというかああ今の現実をしっかりと受け入れながらも,もうただ生きるということをしていく、まあ、これが非常に大事なんじゃないかなとは思っていますしねこれしかないのかなというところでございますねえなので、まあ、今をね。 一生懸命生きようとすることに生きるというね、ちょっと答えになってはないかもしれないんですけど、まあ、何のために生きるのかと、何のために生きるのかとこういうことを問われれば、やはり今、この瞬間、一生懸命生きようとすることを生きるというところが、自分の中ですんなり答えが出ましたんで、まあ、そのことを、そして今生きてることに対して、性、まあ、を感じていくと、まあ、ただなんとなくこう、 流れのままーぼーっと生きるんではなくてこういうまあ過酷ではないですけどねなかなか難しい環境の中で、えー、仕事をしながらそしてやっていく集中していく集中力を切らさないようにやっていくまあこういうことが重要なんじゃないかなと思ったりいたしますはいということで「えー、気になる男第かな」第92話かな第92話こんな言葉 こんなあ言葉が出てきましたはいということで第93話久保さんよろしくお願いいたしますそして速っ、えー、塾に提供するコンテンツも合わせてこの「気になる男シリーズ」と一緒に、えー、連携していきますのでね,ねこれもよろしくお願いいたしますはいということでここまでありがとうございました。